お疲れ様ですやっぱ DAIGO はすごいですね気づいてますね全てのジャンル全てのキーワードそして人間の悩みは無限ではなくて有限であるってことなんですよそうなんですよ人間ってのはね悩みは有限なんですよ例えばね「ブラックホールに落ちちゃいましたどうすればいいですか?」なんて質問は誰もあげてこないんですよで上げてきたとしてももう回答しなくていいんですよそういうことはねそれよりも今55で無職です転職しようと思っても腰が痛いです 私はどううやって収入を上げたらいいんでしょうかみたいなねもう今まで何人もの人が質問してきて何人もの人が回答してきたそういったものしかもう世の中にはないんですよね新しい疑問質問っていうのは例えばこれから 5G が始まって 5G に干渉するようなあの何電子レンジがありますけどどうすればいいしこういうね答えなくてもいいやつとかにはもう答えなくていいんですよね人がお金を出して解決をしてほしいっていうふうに考えているものっては有限ですから だから、うん、ぶっちゃけ有名人著名人がその悩みに全部答えちゃうと私たちが入る隙間はほとんどなくなるんですよねでもこういった考えもあります DAIGO さんだからできるんでしょじゃあ自分よりももっと身近な人にちょっと聞いてみますみたいな感じで無名な人からのアドバイスの方がリアリティがあるみたいなね人の動きもあるんですよね、まあ、ですんで DAIGO さんがいくらね模範解答を 世の中の超優秀な論文で答えようともそれを受け入れない人用のために都市伝説があったり独自の考え方があったりうんなんかねちょっと怪しい回答があったりするんですよねまあどこにいてもできるわけですよだからねもうこのマーケットは埋まってますじゃないんですよ埋まっていたマーケットにさらに風穴を開けるのが隙間産業私たちのやり方ですからいってらっしゃい